なんでバラもスタンバイの方がちょっと多いんだよ。こんばんは、どうもリゼです。なんでラスボス挑戦直前になってバラモスのファンの方が増えてるんですか？どういうことなのかわかんないんですけど、袋に物いっぱい入れすぎたからか。音量こんなもんで大丈夫ですか？どう？ゲーム音の方が小さいとか、私の声の方が小さいとかありましたら、モニターアームがぶっ壊れてしまってですね、ちょっと物を置いてる位置を変えたので音の響き方とか違うかもしれないけど、どう？ちょうどいい感じ？オッケーオッケー。ちょっとだけゲームを上げたろかな。でもよし、じゃあこんな感じでいきますか。の前に、なんかバラモス様がもううちのチャンネル乗っ取られかけてるバラモス様なんだけど、かなり強いということでちょっとビビってレベル上げしたんですけど、見てください、パトラさんがシャナクを覚えました。これでね、どんな呪いの装備をね取っちゃっても大丈夫だと思います。完璧です。なんか34、5あってもいいかもみたいな意見多かったんですけど、ナトリがフバーハ覚えたのでまあいけるかなと思ってそこでやめちゃったんですけど、まあまあまあなるようになるでしょう。この城ね、ここがバラモス様の根城でしょう、間違いなく。いくか。ぬいぐるみのまま、そう、持ち物もさ、マシュマロにね、アドバイスを送ってくださった方がいたんだけど、魔法の装備をつけるか、単純に物理攻撃に強い装備をつけるかで悩むんなら、それぞれ持ち歩いたらどうですかっていう意見があって、ああ、なるほどね、と。戦闘中に?まあ、道中にでも戦闘中にでも、魔法の盾と鎧、着替えたきゃ着替えるんだけど、着替えたきゃ着替えれるし、道中でもね、付け替えできるし、なるほど、確かにそれは素晴らしいと思いました。で、パトラさん、ぬいぐるみ、やっぱり、あかんの？なんか、最後までぬいぐるみで行きますみたいな意見多かったんですけど、可愛いし、いいかなって思ってたんだけど、見栄え上の問題なのか、それとも、何持ってたっけな、ぬいぐるみのまま行くのはさすがに3人と1匹になっちゃわないっていうやつなのか、普通に防具的な意味で言ってるのか。防具だったらマジカルスカートだったかな。これもなんか魔法反射がいいみたいな。最終回だし着替え最後まで可愛いし、ええやろ、可愛いし。そういうことね、炎で引火したら終わる。最後だし変えとくか。じゃあって言ってもマジカルスカートぐらいしかないんだけど、銃か。まあでも確かにこの後炎の耐性とか、どうせさ第二形態でドラゴンとかになるんでしょ。夢のないこと言うけど、じゃあちょっとぬいぐるみはしまっとこう。確かにこれ燃やされたらあっという間に灰になりそうな感じあるわ。ゲームを上げます。じゃあこれで行こう。道中なんか変だなと思ったらまた切り替えればいいかな。で、私ここでレベル上げしてたんだけど、ここに住まう化け物たちが本当にねやばくて、まあ、スノードラゴンは割と大丈夫なんですよ。あ、見て、パトラさんのベギラゴン。強い、ストレスフリーなベギラゴン、本当にやばくて。スノードラゴンじゃないくてね、出会ったら言うわ。まだこの芝の辺りをマジでこの石畳の上をうろついてただけなんですけど、ここが入れるんか。中庭も広そうなんだけど、めっちゃ豪華。今までラストダンジョンがこんな豪華だったことある？金ピカじゃん。やば、あとこれ久々にマップを覚える必要あるか？本当にね、うろついてるモンスターがやばすぎて。うわ、まあいいか。まあこの段階ならまあだよ、しとしよう。どっから行こう。めちゃくちゃ豪華じゃない？柱の一本一本にも、なんか金色っぽい装飾があるし。こういうドアもあんのか。いいとこ住んで、動く石像じゃなかったと思うな。こいつもまあまあやばいといえばやばいんだけど、ラリホーね。じゃなくて、マヒアド。もう最終呪文のオンパレードだ。かっこいいな。聞かないこともある。見たとき本当に怖かったよ。怯えたからね。ただ、HP は、ナトリのバシルーラ、ほら経験値が稼げないでしょうが。
バシルーラもでも戦ってる最中に見ます。寝てるじゃんバラモス。勝ったか。こんにちは。返事がない。ただの屍のようだ。何どういうこと。あーびっくりした。あメダルか。こんななんか分かりやすい場所に、なんでこんなところに。もともとの城の持ち主とかかな。はぐれメタル。あとはエビルマージ。これもやばい。ただこのはぐれメタルはマジでもう逃げてます。本当にもう全然ダメ。今までも3回ぐらい見たんだけど、あれ逃げない。あれ配信だから長居してる。やめて魔法とも。これ作戦自分だったかな。やば、封じられちゃいけない人たちの呪文が。やばいやばいやばい。じゃあもうはぐれメタルやってる場合じゃない。待って、これまずいパターン入ったな。いやでもこの状態なら逆にナトリが魔封じ使ってくれるわ、エビルマージに。なんで。マイヤドが痛い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 。魔法ターンを使う。半端な映りたがりがよ。じゃあミトさんが、しかも変なタイミングで逃げやがる。まあ、これででも行ったかな。いた。めちゃくちゃ痛かったな、経験値の割に。あ、ただ私もベホイビを覚えたんですよ。これかなりでかい。これであのナトリの MP をちょっと気にしなくても済むというか。あ、しまったな。薬草でよかったな。まあまあいいか。で、ナトリの、私も覚えてたっけ、いや、ナトリのキアリクで麻痺を解除すると。まあ、祈りの指はたくさんあるから、いいっちゃいいんだけどね。パーティーが反対します。さっきのね、エビルマージっていうのもまあまあやばいんだけど、まあ、でも魔法トーンさえ入ってしまえばというところがある。本当にやばかったのが、まだ出てない。てか前回も出てたと思うんだけど、真のやばさを多分配信中に発揮してなかったと思う。あ、そうそう、あと、エビルマージは世界中の歯落とすから美味しい。私もね、1枚もらいました。合計今手元に2枚持ってます。私とミトさんで1枚ずつ、ザラキね、持ってます今。それがかなり美味しい感じではあった。でもまあまあ戦ったのに1枚しかもらえなかったな。よし。かなぁ。あ、それかも。ね、いいのか。レアドロップだったのかな。こっちやってるか。まあ、とりあえず行ってみるしか。許せんよ。中庭うろうろしてる時に、まあ、ここに出た、ここあるなっていうのは気づいてたのよ。やめてよ、本当に。やめて、今、心傷ついてるから。痛い痛い痛い。あ、この燃え盛る火炎を、35か。ぬいぐるみの状態だともっと食らってたのかな。降りれる箇所、あるなとは思ってたんですけど。じゃこれは分かった。一回帰ろ。一回アリアハに帰ろう。もう入り口まで戻ったも同然だもん、これは。痛い、マジで痛い痛い。このエビルマージ倒したら帰ろう、一旦。ナトリ、バシルーラとかでもいいよ。起きてみんな。まあ、こう逆に優しさかな。下階段降りても、下階段だったよね。下階段降りても何にもないよっていうのを教えてもらえたのかもしれない。これあれかな、お家の中入る前に、一回、外ぐるっと回るのが正しいのかな。自動でやるとエビルマージ相手に大変な目に遭うね。めんどくさがらずに、魔法トーン要員のナトリだけでも、作戦に組み込んどくか。あと、私が持つか、まあ、いいわ。ルーラで、実家に帰ります。これ戦略的撤退ですよ、別に。泣かされたわけじゃなくて、帰ろう。ひどい目にあったわ、ほんと。バラモスの城、怖っ。そうだね。ちょっと、ナトリぐらいは私が自分でコントロールしてもいいかもしれないな。先手取られてラリオはひどい。まるで普段の私たち。オッケー。戦略的撤退。これは、後ろに向かって前進してるだけ。交代したわけじゃない。よろしくお願いします。でも普通さ、正面玄関から入ると思うやんね。見て、アリアハンから。バラモスの、城に帰る道筋、もうバッチリ、この辺でしょ。何回私が号泣しながら家に帰されたかがわかる。ほら、もう一直線。地図上だと違うけど、ちゃんと東に向かった方が早いんだなっていうのがわかってる。
もはや常連手慣れてるでしょ。え、わかった、ちょっと外回るか。中庭広いなとは思ってたんだよな。そうでもないのか。テイク2。わあ、綺麗なところ。階段を、これでも外から見えてたところでだよね。ちょ、ナトリだけ命令するわ。あ、ちょ、待って待って、違うんです。そんなつもりじゃ。若干おじきづいてたけど、そういうんじゃない。魔封じね、魔封じを使っていく。まあまあの確率で魔法トーンは聞いた聞いたはずなのに。やばい、痛い、帰る。ちょ、外見回ったらもう帰ろ帰ろ。これしかもリレミトじゃなくて ルーラーで直接帰れんのかな。あー痛い、やめよ、ほんと。もうこんなになってんのにメダパニとか、人の心がないのかよ。もう人じゃ、あ、ちょ、ナトリ通常攻撃しちゃった。よくやった、ナトリ。聞くんだけどな、魔封じの杖、まあまあ。ほんとだよ。普段はもうちょっとなんか、上手に杖触れるんですよ、うちのパーティーは。ひでえ目にあった。事故、事故、事故。でもこんなん事故。でもとりあえず見て回んないと。水回り。え、なんか外広くない？そこからも降りれるのおかしくない？見てて、もう一回やるから。魔法トーンね、魔法トーンよ、いくよ。はい、封じ込める。一体のこと封じ込めましたね。魔法シリーズに切り替える。そうしよっか。エビルマージの魔法痛すぎるわ。メダパには効かない。火炎も嫌だけど、まあまあしょうがない。パトラさんはマジカルスカートすでに履いてるから、盾だけ、いや、鎧だけ変えよっかな。とりあえず操作の効くリズだけでも、待てよ。オルテガ、ドラゴンシールドと刃の鎧。直接攻撃ほとんどされないから、ちょっと鎧だけでも着ておくか。盾、ドラゴンシールドは、なんか息吹系、ブレス系をいい感じにできるんだよね。これはこのままでいいや。え、ナトリー。の、これ、ふばは。これ強い呪文でしょ？炎や吹雪から身を守る。本当にドラクエ系は、ブレスが痛いので、これを覚えてるとかなり強いんじゃないかと予測してる。やってしまえ。よし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 。ザキ、オッケー。回復しといてやるか。しといてやろう。ミトさんもそうだな、装備。鎧だけ、大地の鎧強いけど、ちょっと魔法の鎧を着とこうかな。ビビってるわけじゃないですけどね。フバーハ便利だよね。覚えた時だいぶテンション上がった。これが、うーん、一旦戻るか。何事もやっぱね。何回も海を横断するルート見せんの、いやールーラで出るのめっちゃ簡単でいいけど。なんか単純に出せ。いや、でもこういうこまめなね、回復大事ですから。お金も貯まるしね。今なんと私、銀行に5万円、5万ゴールド預けてますから、すごい額だよ。お帰りですか。いや、まだ負けてない。慎重にね、まずは侵入ルートを確実に構築することが大事ですから。空、道も覚える。めちゃくちゃスムーズでしょ。ほんとに。一人で悲鳴上げながらレベル上げしてたかな。あ、ここね、着陸。ってことは、左回りね、右回りからだと、行けそうとかあったけど、とりあえず、あの、水回りのらへんとか気に、お？木に阻まれていけないんじゃない？あと、ライオンヘッドは君怖くないから。何使おうかな？ザラキ使おうかな？バシルーラ使ってやろうかな？こっちも。バシルーラ決まったとこ結局みんな見てないよね。おら、バシルーラだ。経験値もらえないらしいけど。よしよし。魔法攻撃があんま効かないと。一匹これでカナタに送ってやったから。ある意味最強呪文だからね。あ、ちょ、まあ、いいか。ナトリの通常攻撃、よく入る。あ、あと、ちょっと余談してもいいですか。気づいてくれた人が多くて、ここから無理だな。気づいてくれた人が多くてめっちゃ嬉しかったから話しちゃうんだけど。え、右上の方ってさ、ドア入ってたよね。はい、入れたよな。上がってみるか。ドラクエのね、
サムネイルが変わっていることを、こう呪文攻撃ほとんど入んないよね。気づいてくれた方が結構いて、私嬉しかったです。なんか今回でパート10個目かな、10個目ということで、そろそろ同じようなサムネイル多すぎて痛い。ベギラマ、まあ、ほとんど使えばよかった。YouTube に判定で弾かれるのかと、弾かれないか怖くなって、頑張って作って変えました。そしたら結構何があったか思い出しやすくていいとか、おしゃれになってましたねとか言ってもらえて嬉しかったです。作ってるうちに楽しくなってきちゃった。いいサムネね。大半がというか、私ああやって振り返ってみると、ボスに泣かされてるか、掛け事やってる会場で泣かされてるかのどっちかで、これはこれでなんだかなって思ったんですけど、まあ大事な思い出ということでね。結局あの上の方って回り込めないんだな。勝手に上がってきちゃったけど、ここが正規ルートなんかよくわからない。上り階段登ってないしね。戦うだ、戦う。頼む、魔封じの杖聞いてくれ。まあ、魔法塔にも調子がある。頑張れ、半分、よし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 、半分通じれたのはかなりでかい。なんか作ってて順調にいったのってボストロールの時ぐらいだなと思ったんですけど。ギャンブル勝率どれくらい？あー、火炎もね、ダメージ30くらいか、50くらい食らってた今。うわー、でも魔法の鎧してて40近く食らうのか。2匹から丸々もらっちゃったら、それだけで結構っすね。これ盾も鎧にした、盾も魔法にした方がいいかな。魔法攻撃してくる敵多いわ。言ってボスも結構魔法攻撃とか中心だもんね。痛い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 。ドラゴンシールド魔法の鎧が正解かな、もしかしたら。ブレス系はドラゴンシールド前回かなりおすすめされてた。どうにもならないドラゴンシールド、ブレスだけは、ミトさんもね持ってんの、ドラゴンシールドにしといて、魔法の鎧に、魔法の盾、ドラゴンシールド、魔法の鎧、ドラゴンシールドでこれか、私の火だめ。まあ、とりあえずこれでいこう。えらいこった、まあ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 、結構未だ食らうダメージでかいな。あれ防具ね、でも私うろついて結構いいものを調達してきたと思ったんですけど、それでもなおここの人たちが強いってことか。確かにボス戦前はこうじゃないとな。あれ待って、私下はいけない、降りるよ。じゃあ降りるよ。これあれか、ダメージ床かな、水回りのとこにもあったけど。エビルマージはね、厄介。でもエビルマージ以外のもね、普通に強い。トラマナ、トラマナにしといて。あ、ここあれか、さっき、あれ違うな、ま、もう待って、ま、迷子やばい、私迷子。じゃあ下ります。ここ下ったこと覚えといて、下ります、下ります。なんだもうわかんない。一度立て通ったことないとこ通ってない。なんだこの狭い空間は。デッドスペースかな。これホロゴースト本当にやばい。何がやばいって、即死状、ザラキか、ザラキを使ってくる。でまあまあそのザラキに当たる。助けてー、頼む、よし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 。本当に危ない。なんならそのせいで配信外で石が1個砕けた、命の石が。持っててよかった、命の石。誰だったか、ナトリかミトさんが持ってた命の石が砕けました、それで。ここか。やっぱ、ゴーストたるもの。え、なんもないよ。騙されたなんか。ここ何のためにあるんだろうな。回復していくか、回復しよう。ナトリ、虹ゴースト。てか、ホロライブさんのゴーストじゃないの、別に。そういうことではない。ホイミ使っとくか。熱心な回復大事。祈りの指輪がたくさんあるってことだけが救いだな。まあ本当はすぐ帰りたいけど、やばくなったら。上がります。うわー、椅子がある。見てみんな、ちゃんと生活の跡が見える。しかもそこ入りたいな。なんかどれかは
偽物の宝箱かもしれないけど、魔封じの杖ね。頼む聞いてくれ、頼む聞いてくれ。よしよしよし、まあ半分聞けばいい。お前らも使うんかい。なんでこっちも半分聞くんや。エビルマージ本当に強い。痛い。火炎も吐くしさ、マジ4匹で出てきたらボス1体分ぐらいのポテンシャルあるでしょ。給料倍出すからこっちについてくれんか。本当に何が楽しくてバラモス様についてんの。そんなに、あ、違う、魔法飛んじゃん。いやー HP 心元な。ナイス開始、よくやったナトリ、助かる。毒針も効いてくれたらいいんだけどな。いやー杖持ち帰るか。魔法飛ん食らった時あまりにも痛すぎ。ちょっと待ってよ、私がさ、ラリホーの杖とか持ってても大して使えないんだよな。いけ、イカ槌でもうなんとかしちまえ。結果オーライ。ラリホーの杖とかいらないんだよな。結局私自分で攻撃してバイキルト乗せた方がいいような気がしてる。これをじゃあパトラさんに渡しとくか。ナトリはベギヤマの杖と魔法塔の杖持ってるから、パトラさんに渡しておくことで、一応ラリ砲が使えるようになる。オッケー。薬草使っとくか。見て、31個も持ってる。危な。袋やめて、バラモス様側につこうかな。やめて。それやられたら私今ここ中に入ってるもの全部持ってかれちゃうじゃん。困るんだよ。でも案外、あ、祈りの指輪持ってかれちゃったら困るんだよ。やめてやめて。まだ8個もみんなが持ってんだから。薬草をこれ使い切っちゃうぐらい。手取り25万らしいぞ。めちゃくちゃ待遇がいい。ボーナスも出るし、土日祝。今日じゃあもしかして、出勤手当みたいなのついてんのかな。ここどこ？ほんとね、どこ？ん？あ、その中庭出てどうなるの？さっきのとこから出れたか？その扉から出て一体何をしろと。もうわかんない、この作り。え？さっきディスった中庭あれ。何させたいのかわかんないよ。ここだよね。はん？なんだマジで。ああ、でも地下に降りれますよってことか。あ、まあこの組み合わせはいい。この組み合わせはそんなに悪くない。じゃあ、石像から行くか。ナトリはじゃあ、何もない時は、あ、眠りの杖ナトリでもよかったかな。まあ、いや、イカズチの杖ね。地獄の騎士から。週休3日制ですって。うわー、いいな、週休3日。でも、週休3日の方が効率が上がるみたいな結果一時期出てたよね。逆に残りの4日間頑張るみたいな。痛いな。待って、普通に今まで、物理攻撃の鎧でなんとかできてた分が、今食らったな。まあでも多分魔法攻撃を食らう方が痛いだろうからこのまま行きたいと思います。3日も休めるなんて。マイクロソフトですか、何だったかな。どこか有名な企業がやってたような気がしますけど。地獄の騎士は怖くない。足りてないんかな、ガッツが。でも見て、私だけ33レベル。いけるやろと思って、ちょっとやっぱり念入りにレベル上げしとくべきだったんか。まあ、でも、慎重に進んでるから、言うて、ここをうろうろしてる間に、レベルも上がるだろう、という目論み。じゃあ、下がるよ。本当にさ、何これ、部屋と部屋を移動するのに庭を挟むとか。嫌な一本道。嫌な一本道、よしよし。そういう、あれかな、なんか緑を見て和みましょうみたいな方針なのかな。どんどんホワイト説出てくるけど。ほら効かない。え、でも効かなくても落ち込んじゃダメ。念入りに魔法トーンをかけていくことが大事。ここで倒れてくれれば一番よし。 OK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  痛い。あと当然のように2回攻撃してくるみんな。なんでこいつらは2回攻撃できる器量があるのに、ここまで旅してきた我々1回行動なの。譲り合ってんのかな、順番を。もしかして。いいよ。もうそんな仲じゃないって。ちょっとぐらい順番チグハグしてもいいから、うちらも2回攻撃制採用しようよ。え？ここでね、見逃さない。トヘロスじゃない。トラマナをね。
見逃さない。なんだ、もともとの城主なのかな。足元をしメダルじゃなくて、この人の身の上を知りたいんだけどな。滅ぶってことは人間？本当はなんか全然なんか地形とか見てもピンとこないけど、うん、あ、びっくりした、また入り口に返されたかと思った違うな、これは、あー、木で渡れなかったこっち側に入れるようになったのか。今からかけとこう、早めのトラマのね。本来の上司かな、ベッドで寝てる人もね、結局誰なんだって感じだし。スノードラゴンは怖くない。ナトリは、じゃあベギラマ、よし。なんかあれだな、木ダメさえ減れば、ほら見て、不思議とスノードラゴンの攻撃ってあんまり入ってないんだよ。ナトリとか1しか食らってない。やたら強いし、ベギラマが、あの強い敵と弱い敵が結構はっきりしてる。痛い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 。だからスノードラゴンばっかり引けばめちゃくちゃ嬉しいことになるんだけど。よし、どんくらいもらえる。あーでも経験値全然違うじゃん、やっぱりちょっと弱いんだ。今まで700とか800もらってたけど、スノードラゴンは3体でも300ぐらいじゃんあー少ないね。弱い扱いなのか。じゃあこの中でも竜なのに、ドラゴンシールドじゃない方がいいのかな。まあ付け替える、まあよし。え、こんな早く着くの？かっこいいぞですね。いや、さすがやっぱオメガ。あ、普通にエンカウントするんかい。いや、もう余計なことしなきゃよかった。痛っ、今痛い。あれ、絶対あれだ。あ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、バシルーラ、バシルーラ、バシルーラ、どっか行ってくれ。よしよしよし。あ、なんか眠りの杖使ってる。いいぞ、バトラさん。なんか知らんけど、いいぞいいぞいいぞ。よし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 。まあ倒しとくか。じゃあこれで、いやね、ドラクエのいいところを一つ言っていい？結構他のゲームだとボス戦のエリアに到達した途端強制ムービーとかで、うわ炎の音しかしない。ボス戦に無理やり突っ込まれるのに、ドラクエはもう明らかにお互い見えてるのに、あ、そんな見た目してたんですか。モグラみたいだな、パラモス様だよな。明らかにこう準備させる時間をくれる素晴らしい。そこが帰れるし自信あるんだろうな。あ、あー指輪が、パトラさんの指輪を2つぐらい、あー指輪が、嘘でしょマジか、マジか。まあでもいい、あと8個もあるからな。ここで盛大に使ってしまったと、むしろいっぱいいっぱいまで持っててくれた方がいいんだな。2つずつぐらい持ってても全然使い切るぐらいの気持ちでもいいんだ。戦闘、え、渡す、パトラさん渡す、渡す、よし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 、渡しといて、で使って、指輪がやばい、バラモス様の連圧に耐えられずに、あ、よし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 。 MP マックスっていくつだ。強さ、じゃあ強さ最大 MP は218あるな。パトラさんの最大 MP は234。ちょっとパトラさんの祈りの指輪頼む。234ぐらいまで頑張って耐えてくれ。13回復、20回復、いいぞ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 。234ぐらいね。よし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 、来てる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 。16回復何してんだろうと思われてるかな。もう1回ぐらいいけたら完璧。オッケー。かなり使えるな。だけどこいつ耐えすぎ、怖い。もう一個持っててもらおう。祈りの指輪を割れちゃって、もう一個も運悪くすぐ割れるかもしれないからな。であとは薬草でみんなの HP を回復しまくると、回復しまくると、回復しまくると、303マックスまで回復してて悪いことないからな。ありがとう、今までお世話になった薬草。最大 HP どのぐらいだっけ。303242。ナトリが、ナトリが154で、パトラさんが156。2人とももう1回ずつぐらい、まあ、10ぐらいだけど、この10がもしかしたら
聖書を開けるかもしれないからね。ナトリパトラ、よしラスボスの前でめっちゃ食ってるし、めっちゃ祈って、確認大事、確認大事で、世界樹の葉はミトさんが持ってる、ドラゴンシールドと魔法の鎧ね、風神の盾もある、小さなメダルがいらんな。え、これを慌てて、もしかしたらメダル見せつけちゃうかもしれないから渡しとこう、みんなに。緊張してきた。で、世界樹の葉、私が持ってる無知、盾、刃の鎧、ドラゴンシールドになって魔法の鎧ね。 OK、 とりあえずこれでいこう。祈りの指輪を持って、祈りの指輪もう一個ぐらい持たしとくか。命の石、魔封じ、イカズチ、眠りの杖、ルーンスタッフとか、エイバンブーメランは、これいらないかもな。いらない。いら、いや、待てよ。いや、まあ、いらないだろう。さすがにここに来たら、配下連れてきたりしないよな。いらない。私も無知しまっとくか。間違えるといけないからね。人間慌ててると何が起きるかわからない。で、ここの、空いた分、祈りの指輪マックスで持たせとくか。祈りの指輪を、持たせといて、ナトリにも持たしとこう。ナトリにも持たしとこう。こんだけやってれば大丈夫。トイレ寄った、まだトイレ行こうかな。これで十分か。キメラの翼はどう、その場で使ったら逃げれるかな。王の手紙、ラーの鏡、薬草は持っててもしょうがない。山彦の笛、いらない。あとは本山彦の笛いるかな。いらない。毒針いらない。ウサギワンド、草薙の剣いらない。草薙の剣ってなんか効果あるんだったっけ。これでいくか。薬草も詰め込んどけば、でも薬草もう持たない気がするんだよな。どうしよっかな。あ、わかった。最後の祈りの指輪私が持っとくわ。一応ね、ベホイミをもしかして私がやらなきゃいけないような事態になるかもしれない。じゃあ行くぞ。勇気100倍欲しくない。いや、勇気ならこの胸の中にある。ちょっと待って、これさ、罠じゃない。ダメージ床だよな、あれ。卑怯なり。じゃあ、行くよ。爪切っときな。あー、あ、草薙の杖、ルカナンの効果あんの。ルカナンか。でも、MP、誰かが持つ。パトラさんは攻撃呪文に振ってほしいから、でも、ルカナンの後に使えるけど、持っといてもらうか。ナトリに、持っといてもらうか。ドラえもんみたいになっちゃわないかな。草薙の剣一応持っといてもらおっか。あるに越したことない。行くぞ。おついにここまで来たか、水戸さんよ。リゼです。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと身の程をわきまえぬ者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬよう、そなたの腹渡を食らい尽くしてくれ。怖っ。そんな、なんかポーズお茶目。そんな怖いこと言うタイプなの。ちょっと作戦があろうことか、バッチリ頑張れに命令するわよ。で戦うで、ゆっくり行こう。ミトさんにまず攻撃させる、リゼにも攻撃させる、で魔法トーンだな。もうめっちゃ魔法使いの感じ出てる。魔法と物理攻撃の民じゃないでしょ多分。魔封じの杖使っといて、当たれば発揮で、パトラさんの呪文でスクルトを使いたいとこだけど、なんか物理攻撃の感じがしないから、あれ何使おうと思ってたんだっけ。やばい、ドバスでした。なんかこれはって思ってたものがあったのに。あ、もう分かった。バイキルトバイキルトでミトさんの攻撃力を上げとく。こうとりあえず、これがよしバイキルト OK。 あと眠ってくれれば最高。あ、でも一旦でどうせ消えちゃうから意味ないから。ナイス188ね。攻撃、私は普通にライデイン使ってかっこいいとこ見せる。いや、攻撃でいい。攻撃でよくって、どうしよっかな。ナトリさっき、バシルーラじゃないわバシルーラじゃねえんだ。魔法トーン使ったな。使ってみるか。ルカに使うか、眠りの杖使うか。でも眠っても起きたら意味ないよね。ミトさんが今100ぐらい受けた。ほんまや。ちょっと待って、魔法トーン決まった衝撃で忘れてた。ベホイミ、早めのベホイミね。ベホマの方がいいかな。いや、ベホイミ、まだベホイミだな。で、パトラさんが、さっさと呪文を
これさ、マヒャドの方が強いんだよね。前回何かオロチ戦で勘違いしてた気がするけど。の前にバイキルトをまだ私にかけときたい。まだ持ってくれ。よし。よし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 。激しい炎ね。これ、痛いけど、まだ全然間に合う。ミトさん攻撃力で、私がベホイミ使える。ベホイミを、とりあえず私の方が遅いから、待って、フバーハ使いたいな。フバーハ使いたいよ。フバーハ、パトラさんだっけ？あれ？ちょっと待ってよ。じゃあ、ナトリだ。ナトリがフバーハ使ってほしいけど、いや、ダメだ。このターンはしょうがない。回復。ベホイミを自分。ナトリ死んだら、ザオラル無理だからね。で、バイキルとかけ切った。魔法カンターは意味ないな。魔法トーンで抑えたんだ。メダパに使えるか？ベギラゴン、マヒャド、ベギラマイオラ、マホトラヒャダイン、ボミオス、イオメラミ。メダパに使ってみるか。ワンチャンあるぞ、これ。意外とこっちの状態異常耐性、初期形態はあるのかも。効かない、効かない、まあまあまあ、効かないこともあり得る、全然。よし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 。で、ミトさんが結構やばいな。私も攻撃に回りたいけど、早めのベホイミがいいか。自分にベホイミするか。ナトリにフバーハしてほしいんだよな。ナトリ、ここはミトさんの回復は私に任せて。フバーハを頼む。フバーハで、結構順調いけるか。そんなことよりスクルトでは、スクルトかなやっぱ。でも、あれ今までちょっと何やられた？炎を使われた。通常攻撃で100ぐらい食らった？いつ100食らった？スクルトかけるか。よしよし、これフバーハかかったんだよね。守備力上がった。何？あ、びっくりしたびっくりしたびっくりした。あれ操作ミスじゃない。あいつがバシルーラ使った今。バシルーラ使うの君。やば。待って、頭の中真っ白になった。通常攻撃、通常攻撃。フバハ入った。ルカニを使ってもいいかなってとこだけど、回復が早めの方がいいな、多分。回復早めの方が、待って、頭真っ白になったわ。リゼもミトさんも微妙にやばいから、ミトさんだけでも攻めて、通常攻撃に100もらってた。どうもありがとう。今、スクルト1回かけたから、だいぶマシになってるはずだな。もう1回かけるか、スクルト。かけとこっか、スクルト。意外とちょっと物理攻撃もやばいわ。メホイミ。いや、私、バシルーラ食らったことないよ、まだ。てか、使う敵今までいたのかな？で、ミトさんは攻撃。私もまあ、攻撃かな。いや、自分にデベホイミ使っといて、ナトリは、もうこっちも使ってやろうか、バシルーラ。ルカニとかがいいよね、多分。ルカニ。ヘルコンドルが使う？食らったことないかも。多分ない。スクルト2回かけた。ルーラ。あとはもういいか。もう1回メダパに試してもいいけど。魔法攻撃。マヒャドが、今んとこ最強。マヒャドがどれぐらい効くかを見てみたい感もある。よし。そもそも、いや、フバーハもう一回かけるのって意味ある。痛い。マヒャド聞いてくれ、頼む。効かないのか。魔法攻撃全部効かないのか、入りが悪いのか分かんないけど。ミトさん、リゼ攻撃。いや、私ちょっと回復に回らないとまずいかも。ナトリを回復に回して、ベホマでパトラさんを回復。一回のみか。くー、そうか、オッケー、分かった。あとは、しまった、ラリホーゼーを、あ、ラリホーゼーパトラさんか、試してみる。眠りはなんかいけ、確かにいけそうな感ある。頑張れ。眠らない。マジやめて。あ、もうびっくりするわ。そう、魔法トーン効いてるから、こんな頻度でバシルーラすんの、やめて。いつかは当たるじゃん、そんな。ここで魔法トーン使っとけってことなんだな。魔法トーンこれ入んなかったらどうすんの、地獄じゃんか。で、うわー、
ナトリのベホイミでパトラさん回復させて。でもマヒャド効かないの偶然なのかな。パトラさんの呪文封じられちゃったら割ときついんだけど、どうしようかな。ベギラゴン試してみていい？氷系列が効かないだけかも。そんなことないか。自分めっちゃ炎吐くし大丈夫かもしれんな。痛い痛い痛い。いやー、ベギラゴン、んー、ダメ。ラリホーズで試す方がまだいい。しまったな。これで私のベホイミはとりあえずナトリで、ナトリのベホマもとりあえずミトさんで、パトラさんが自分で回復する術がない。ここでラリホーズで入ってくれたら頼む。とりあえずこれでミトさんを全開。めっちゃ使ってくるじゃん。やめて、痛い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 。2回攻撃だからって。寝てくれ、寝ない。睡眠たっぷり。よし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 。そう、後ろ燃えてるしね。確かに言われてみればね。まあでもいいのか、この戦いにおいてはバシルーラ使ってくれた方がうちら回復する余力ができてかなりいいんだ。もうもっと打ってくれていい、バシルーラ。じゃあパトラさんにベホイミで大体持ち直したか。効かない。バイケルドかけきった。魔法カンタって魔法だもんね。封じてる今意味ないよな。メダパニ、ハダルコ、ハダエン。見逃してる？効かないの。ボミオス効かんかな。素早さを下げる。あー、試してみる。ボミオス試してないな。せっかくこっちだけ一方的に魔法を かけられるからね。効かないわ、惜しい。惜しい。いや、でも挑戦することに意味がある。よし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 。よし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 。ダメージはいいの入ってるぞ。これで、女神は、女神も試してみるか。ちょっとずつね。どうせ回復する手段が。私はこのターン回復した方が良さげ。私も祈りの指輪持っててよかった。MP 足りなくなりそう。ナトリまだ耐えるな。耐える。優先順位微妙。ミトさんを回復しとこっかな。で、このターン防御とかでも別に悪くないけど、メラミが入ったら儲けもんか。眠ってくれた方がいいか。ちょ、このターンは眠ってくれた方がいいから、眠りの杖試してみるわ。よしよし、いいぞ。冷静になって、冷静プレイングできてる。寝る、寝れね、寝ない。睡眠たくさんとってる。痛たい痛い痛い。作ると三重掛けとかでもいい気がしてきた。まあ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 、攻撃。私はまだベホイミ、ベホイミでパトラさん、ナトリが呪文、ベホイミかけとくか。あれ、今私がパトラさん、ちょ逆だな。ミトさんが攻撃、私がミトさんをベホイミで回復、ナトリはベホイミで真っ先にパトラさんを回復で、パトラさんはメラミ使ってもらおう。メラミ、ベギラゴンがダメなだけかもしれん。この健康、よしよし、バシルーラいいよ。どんどん使ってくれ。向こうも諦めないな、魔法使うことを。あ、メラミ通る。よしよし、ようやく見つけた、ようやく見つけた。運が良かったのかな。メラミ通るのでかい。攻撃攻撃。ナトリはじゃあしばらくルカにでもいいけど、私の回復してもらって、いや、ベホマにしよう。貧乏使いせず、ベホマして。よし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 、ナイスナイスナイス。メラミナイス。メラミ、メラミ効くんだね。偶然かわかんないけど。あー、炎が痛いけど、ドラゴンシールドを持っててよかったね。入れ。あー、偶然だった。やったー、偶然だった。やったやったやった。オッケー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 。こっからか、こっからかな。ナトリが47だけど、よし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 。来た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 。ラッキーメラミが入っただけだったのかもしれないけど。よし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 、みんなレベル上がった、レベル上がった。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。レモールってなんだ。どうする、ぐ、お、おのれ、ミトさん。なんか仲間にもさん付けみたいなの。丁寧。わしは諦めぬぞ、ぐふ。なんかやるんでしょ。傷の音するよ。散り方。そんな輪切りにしたつもりは。暖かい光が辺りを包む。あ、回復した回復した。嬉しい、これは。どこからともなく声が聞こえる。
なんだ？あ、リゼ、リゼ、私の声が聞こえますね。その声は私のことをひねくれ者と診断した。あなたたちは本当によく頑張りました。何が来るんだ？さあお帰りなさい。あなたたちを待っている人々のところへ。え？え、なんかまたさ、めっちゃ囲まれてる。ここ夢の世界とかじゃないんか？カット！クリア、おめ、クリアだ、おめでとう。あ、幸せ者か。え？え、ま、全然信用してないんだけど、私。おお、リゼが帰ってきたぞ。勇者だ。勇者が魔王バラモスを倒して戻ってきた。え、そうかな。私ってやっぱり勇者。わいわい。これで、これで平和がやってくるのじゃな。お疲れ様。そしてありがとう、リゼさん。アリアハンにようこそお帰りなさいまし。バラモスは倒したという噂をすでにここにも届いていますわ。あ、さすがオルタガの娘、若き英雄。やっぱ私ってオルタガの娘なだけあったのかな。あ、どうもありがとう、みんなクリアおめでとうございます。スーパーチャットまで。魔王バラモスはもう魔王バラモスはいなくなったんだよね。これで魔物もいなくなるのかな。そしたら外へ遊びに行けるのに。魔王バラモスを倒してしまうとは、そなたこそ誠の勇者じゃ。さあ早く後ろに王様を切って喜びでしょ。ええ、私が疑い深い。全部フラグに聞こえるもん、じいちゃんのセリフとか。こんにちは、旅人の宿へようこそ。え、ほら、泊まれるのおかしくない？これ泊まったら私また王様のとこに行かなかった、不届き者扱いになりそうだから。ほら、道具も買えるしさ。ちょっと、みんな、持っててくれ。薬草。ね、念には念を入れて。HP と MP は全回復した。あれ、でもみんなクリアおめでとうございますってめっちゃ入れてくれてる。クリアなんか。ちょ、教会寄ってみようぜ、教会。聖職者は嘘つかない。もう世界は平和になったんだよ。マジで長い戦いだったな。でもラーミアいなくなってたでしょ。確かにラーミアいなかった。なんと魔王バラモスを倒しなさったというか、大したもんじゃ。え？城行くか、とりあえず。ラーミアがいない時になんかフラフラ移動するのもなんだしな。これで私も褒めてもらえるのかな。長年王様に褒めてもらうためだけに西武市に通ってたけど、兵士も揃ってる。おー、リゼよ、よくぞ魔物を魔物じゃない、もう何回もかん。魔王バラモスを打ち倒した。さすがオルテガの娘、国中の者がリゼを称えるであろう。さあ、皆の者、祝いの宴じゃ。あれ？おー！オープニングテーマだ。いやー、ほらー、兵士が。え、もう今半分安心したわ。何？どこから？わははは、喜びのひとときに少し驚かせたようだな。我が名はゾーマ。闇の世界を支配す、誰？メラゾーマの名前の由来の人？このわしがいる限り、やがてこの世界も闇に閉ざされるであろう。バラモスの何なのよ、あんた。さあ、苦しみ悩むがよい。そなたらの苦しみは、わしの喜び。お、単純に性格が悪いぞ。命あるもの、すべてを我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。え、あのさ、今のはメラゾーマではない、メラだと。この人違うかな。我が名は、なんで2回言って。我が名はゾーマ、すべてを滅ぼすもの。そなたらが我が生贄となる日を楽しみにしておるぞ。わあ、え、今まで何にもなかった人だよね。てか、どこ？あ、違う、特に関係のない人。あ、そう。王様、何としたことじゃ、やっと平和が取り戻せると思ったら、いや、もう音楽鳴り始めたあたりで、やば、マジでエンディングロールかもって思ったわ。闇の世界が来るなど、皆にどうして言えよう。リゼよ、大魔王ゾーマのことをくれぐれも秘密にな。秘密に？もう疲れた、下がってよいぞ。王様、おいたわしや、王様はすっかりお力をなくされたようじゃ。王の代わりはしばらくわしがすることにしよう。こういう隙を狙ってね。
権力を取り戻していく。どうすんだこれ、外どうなってんだ、ちょっと早く見に行かないと。闇の、ちょっとシャックリ、びっくりしてシャックリが止まんなくなっちゃったよ。上の方で何か大きな下、大きな音、シャックリ邪魔したようですが、何かあったのですが、いいえ、そうならば、それならばいいのですが、これ内緒にしとけって言われたもんね。王様はこの上におわします。いや、そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。第二形態じゃなくてこういうパターンもあんの。あれでも普段通りだな。もう魔王バラモスはいなくなったんだよね。これで魔王モーノもいなくなるのかな。そしたら外遊びに行ける。いや私さ、まだ消化してないフラグがあるなと思ってて。ちょっと私の消えたメモを復旧したやつね。これ。竜の女王の住む祠がある。イシスの砂漠の南、ネクロゴンドの山奥にギアガの大穴、すべての災いがここからっていうメモが残ってるなぁとは思ってたんですけど、二つ。けどさ、ラーミアいるじゃんけどさ、聞いて、ちょっと水を一口飲むわ。まだ行ってないなって思ってたんだけど、マシュマロにね、おいおいネタバレじゃねえかって思ってたんだけど、ドラクエ3はクリア後にもたくさんなんかダンジョンがあるので、そちらもぜひ配信でやってみてほしいですっていうのが来てて、はあはあ、なるほどね、これエンドコンテンツなわけだって納得してたのよ。おいやったねついにマシュマロでもそういうことを。ちょ、ラーメン乗せて。ってことは、そう、クリア後コンテンツじゃないじゃん、これでしょ多分。どっちだ、とりあえずでも竜の女王が住む祠はどこにあるかわかんないから、すべての災いがここから、イシス砂漠の南、ネクロゴンドの山奥にギアガの大穴、もうついにそういうことやるメインストーリーじゃねえか、本当にマジでもう疑いもしなかったわ。イシス砂漠これだよね。私さ、あの山奥から見えてたんだけど、ネクロゴンドの入り口だっけみたいな風に思ってたんですけど、ネクロゴンドの出口ってここだよね。これだよな、きっと。まだ行ってなくて、なんか大穴っぽいのって。ここに行ってみるか。もう飛んだエンドコンテンツ見の間違いだよ。あー、右から行こうが近いんだ。そこから行こう。ちょっと私だけもう少し。それまでもね、ネタバレ禁止とはいえど、やっぱいろんなとこから情報を得ちゃいますから、それでなんとなく察さないように、まさかのまあそのつもりじゃなかったかそのつもりだったか知らないけど、これトラマナかけてから降り立ちたいんだけど、トラマナぴったりぴったりいけばいけるか。そういう高等技術を使ってくるのはありがたいといえばありがたいのかもしれない。うまいこと降りればいけるか。今行ったか、どうだこれだよね多分。すべての災いがここから、ギアガの大穴って書いてあるやつ。いくよ。ほい。何やってる？違ったか？そこ落ちない。いけるかな？すいません。大変だ。ものすごい地響きがして、ひび割れが走ったのだ。それ、ベッド渡ればこっち来れるくない？何か、巨大なものがこの大穴を通っていったようなのだ。そして私の相棒がこの穴に、あ、マジか！巨大なものってこの穴が開くレベルの巨大なもの？ゾウマってそんなでかいんか？勝てなくないあれ？勝てなくない？待って、しかもこれ私落ちなきゃいけない？嫌だが。嘘じゃん！これは今までのネクロゴンドとかを見るに落ちれる穴ですよね。セーブはしたな？本当かな？お金、まあ、1万ゴールドか。造作もないわ。どこや、どこ、私たちどこ、私たちどこ、今どこにいるのかわからない。どうやらここは地図に載っていないところのようだ。人がいる。でも、めっちゃ生活してる。ちょっと失礼。ラックの種ね。なるほどね。この世界でもなんか、同じようなもんか。どこ、てか落ちた先、異世界。この世界でもラックの種は使うんだね。じゃあちょっと私のラック開けとこう。すいません。おや、またお客さんか。そうか、あんたも上の世界からやってきたんだろう。
上の世界って文字通り上ですか？ここは闇の世…アレフガルドって言うんだ、覚えておくんだが。アレフガルド？アレフガルドって…うちらが繁栄させた大陸じゃね？闇の世界ってなんでだ？ここどこでも。こんな大…孤島みたいな場所は知らない。船！ラダトーム！ここから東に行くとラダトームのお城だよ。あのね、父さんが船なら自由に使っていいって。どういうこと？なんで穴が上に世界が？これ海で出なきゃダメ？海で出なきゃダメだよな。地図載ってないけどここはマドハンドさん。あ、ちょちょ、作戦地名覚えてないけど戦う、ラダトームのお城あるのか。なんで闇の世界扱いなんだ。ベギラゴン容赦ない。知ってる土地来たな。知ってる土地では確かにあるけど、ちょっとみんなのコメントが大興奮で流れなくなったわ。ちょっと失礼。コメント止まってる。失礼。いけるか。あ、よし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 、流れてる、流れ、あ、OBS でも流れてるな。ラダトーム。でもな、あれ？ここが竜王の城だよね。っていうか、ラーミア！ラーミア置いてきたっけ、私。あれ？ここラダトームだよな。ラダトームの町にようこそ。暗っ！そういうことじゃないな。あ、ちょっと、すいません。一応見させて。ドラゴンキラー、パワーナックル、天使のローブ、ドラゴンメイル。あ、ドラゴンメイル強いか？ドラゴンシールド持ってる。三日神の盾。ミスリルヘルム。あれ？お、銀行上？お金置いてきちゃったよ。魔王バラモスを倒したですって。バラモスのことは知ってる？うわぁ、バラモスなど大魔王ゾーマの手下の一人にすぎません。魔王は絶望をすすり、憎しみをくらえ、悲しみの涙で喉を潤すという吟遊詩人になれそうだな、天職で。我らアレフガルドの人間は魔王に飼われているよ。どうしてそんなことになっちゃったんだよ、アレフガルド。てか地図欲しい、地図。ラダトームとかのメルキドとかあったとこだよね。ぼんやりとしか覚えてないんだけど。あと私がすごいアイテムを拾おうとして敵にゴーレムだっけに出くわして、あのひどい目にあった地名どこだ、ドーラ様みたいな違ったっけな。お金今ない。手下の一人ってマジそれであんな強かったの？魔法トーンがあれどれぐらいの確率で入るか知らないけど、入んなかったら大変な目にあってたよ。ちょ、間違えちゃった。あ、ドムドーラ、そう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 。甘えん坊辞典、こんなとこにも本はあるんだな。開運の本、こんなとこにもやっぱり本はあるんだな。おじいちゃんに話聞きたいのにいちいち下がっちゃう。すいません。雨と太陽が合わさるとき、いや、この言い伝え聞いたもん。虹の橋ができる古い言い伝えですし、でも一応残しとくか。この言い伝えに従って橋みたいなの書けなかったっけ、ボロクソに賢者に言われながらさ。雨と太陽、太陽が合わさ、お前勇者じゃないじゃろ、免許証見せろコラみたいな。虹の橋ができる、あったよねこれ。ひどい目に合わされたよな。それでちゃんとその言い伝え残ってる。なんでこんなことになっちゃったんだ。僕呪いを解く勉強をしてるんだよ。みんなが呪いにかかったら僕が解いてあげるんだ。シャナクは教えてあげたいな。ここを道沿いに歩けばラダトームの後ろです。あ、こっから行くんだ。ちょっとでも城下町の様子、ここアレフガルドは閉じられた闇の世界、ただ絶望があるだけですわ。暗いもんね、やっぱちょっと日の光入ってない。北の洞窟の奥には、またメモめっちゃ取らなきゃいけないターンが。北の洞窟の奥には、すべてを拒むひび割れ、底なしのひび割れがある。それこそ魔王の爪痕、魔王がこの世界に、魔王の爪痕、
魔王がこの世界に現れた時できたらしい。じゃあ私たちが平定した後にゾーマにめちゃくちゃにされちゃったってことかい。我らの祖先はギアガの大穴を抜けこの地に移り住んだそうだ。上の世界があってそこからってこと。教会じゃん。とりあえず大丈夫です。こんな夜更け、今一応夜判定なんだ。何してんの、捕まってるけど。カンダタ。いやいや、あなた様は私です、カンダタです。ドラクエ3サムネイル史上最多登場のカンダタくんかい。悪いことはできませんな。こんな世界に落とされて今では真面目にやってますよ。島流しどころか穴落としみたいな目にあったの。そうだ、昔のお礼にいいことを教えましょう。ラタトームのお城には太陽の石ってやつがあるらしいんですよ。へ、そう。そんな普通になっちゃってどうしよう、サムネイルバハラタかと思ったけどカンダタにするかな普通の人になっちゃって、なんか二回りぐらい小さくなっちゃって。そんな、なんてこった。このお姉さん話したっけ。待って、なんか今違うんだよ。違うんですよ、今攻略とかじゃないんですよ。なんか今見つけた偶然にも。じゃあ城行くか。の前に不思議な木の実使っとく。今最大 HP ってどっちが多い、MP ってどっちが多いんだ。パトラさんか。まあ、でもパトラさんかな。パトラさんに使ってもらおう。パトラさんの方が MP 消費なんとなく激しいしね。よし。違う。今のは本当、しかも人間に話しかけようとしただけ。こっちは。ショック。命の指輪をはめていれば歩くたび体力が蘇りましょう。あるここに。間違えちゃった。命の木。ショックなんですけど、単純に。そう、私さ、何のゲームだっけ、原神かなをやってる時に、まあ今はテイワット大陸と新葉地方とアレフガルドをって言いかけて、ああいや違うな、アレフガルドここは何もないのか、アレフガルドじゃなかったもんな、どこだって。まあドラクエ3の大陸かと思ってアレフガルドって言わなかったんだけど、アレフガルド別にあったんかい。こんなことになっちゃって。ちょっと宿屋ってあった、宿屋泊まってみる。今夜判定だったよね。昼でも暗いんか。泊まります。じゃあおやすみなさい。今もらった、もらってないよね。おはようございます、では行ってらっしゃいます。暗いね、普通に暗いわ。ショックがでかいないよね、命の指輪もらってないよな。一応正確に言うべきだよなと思ってアレフガルドってただ言わなかっただけなんだけど、別に大陸が違うことって、まあロトシリーズとはいえそういうこともあるかなぐらいにしか思ってなかったんですけど。ラダトームのお城にようこそ。ひどーい、なんてこった宿屋も安い、確かに4ゴールドって安いか。お、ああ、遥か国より北出り、勇者たちに光あれ。なんだっけ、太陽の石、太陽の石があるって言ったんだっけ。進化しそう、綺麗花に。すいません、お城の宝だった武器や防具を魔王が奪って隠してしまったんだ。そんな、魔王でも怖いものがあるのかな。いや、わかんない、私たちとかかな、言うなればむちゃくちゃ自意識過剰ですけど。でもこの辺のものは、宝箱は空っぽだった。もうインパスは使わなくなってるもんな。まあ、こんなとこに人食い箱ないと思ってるけど。空っぽだ、持ってかれちゃった後なんだ。真ん中のもなんかダメージ床みたいになっちゃってるし。このお城と海を挟んで向こうに見えるのが大魔王の城です。かつて竜王の城だった場所だよね。なんてこった。すいません、きっとこの国にも朝が来ると信じていますわ。そんな、日の昇らない国になっちゃったっていうのか。ちょっとこれ外から侵入できない、うまいこと。外から出てみないと分かんないか。あの辺とかって上から降りれたりすんのかな。無理か、左上の方なんか行けそうじゃないこんな時でも治らない、手癖が悪いな。いやー、いいね。よっしゃ、上がるか、登ろう。すいません、ここはラルス王のお部屋です。ラルス王って誰だ、初めて聞いた。噂ではマイラの
村に妖精の笛があるそうじゃ。マイラってどこだっけ。覚えてないな。私がオルテガ様のお世話をしたんです。ひどいやけど、火山の火口にお城の外に倒れていて、火山の火口に落ちたんだよね。さすがに火山の火口に落ちてフラフラギルガの大穴に落ちれるほど近くはないよな。記憶をなくされたらしく、ついにご自分の名前以外思い出されなかったんです。もうまだもうなくなってるの。ついにって言ってるから、なんか言い方的にはもういなそうだけど、噂ではマイラの部屋に、ああすいません。ここから東、マイラが東、ちょメモっとくか。どういうことだ。船があるのなら、西の海、西の海を抜けて、抜けて大陸沿いに南から回るのが近い。はい、わかりました。大陸沿い、マイラが東、西の海を抜けて、もし旅立たれるなら、私にあなたを讃える歌を歌うことをお許しください。暑さで飛び上がってそのまま穴に落ちたのでは。マジオルテガのお父ちゃん思ってた数倍強いな、かなり。もうごめん聞いてなかった。その名はリゼラララ。まだ何もしてないけど、うん、見ぬ顔じゃな。そうか、そなたらもまた上の世界から来たと申すか。わしがこの国の王ラルスじゃ。わしのところに来るまでに人々の話からおおよそのことは聞き及んでいるだろう。まあ大体は。もはやこの国には絶望しか存在せぬ。しかしもしそなたらが希望をもたらしてくれるというなら待つことにしよう。みんな雰囲気がどんよりしてるんだけど。セーブしてくれてどうもありがとう。大臣、ギャグ漫画かな。読んだ、あっちってちょっとギャグ漫画じゃんそれで。これまで数多の勇者が大魔王を倒さんと旅に出た。しかし帰ってきた者は誰もおらぬ。そう、あのオルテガさえも。上の世界がある、上の世界の下にあるんだから、火口から落ちても繋がっているというだけじゃないかな。でも火傷してたんでしょ。溶岩で満たされてたとかじゃないの。そこがあるのか、その火山って。いや、どちらにせよ、ちょっとどっかから他下に降りれるところない。ないわあ、こっちから回っていけないかな。あ、いけるいける。悲しいものがある。この国は精霊ルビス様が作る。ルビスどこ行った。なんか祝福してる人のとこに帰りなさいって言った後、しかしそのルビス様さえ魔王の呪いによって封じ込められたそうです。もうやられちゃった後か。うちらのこと祝福してくれた後でどうにかなっちゃったってこと。アリアハン、どこかで聞いた名前だな。そうだ、そういえばそこから来たっていうおっさんが一人いたな。パパなんです。うわ、どうなったんだろう。まさかお父さんの足取りがここまで続いているとは。その後に捕まっちゃったんだな。ここはお城の台所ですわ。美味しいものないかな。メダルがあっても次メダルおじさんと会えるのがいつかわからないよ。てかここになんか太陽の石があるって言ってたよね。探さなきゃ。なんかいるものなんだろう。ドラマな。うわー、お城がこんなことに。大魔王ゾーマを倒すなどまるで夢物語だ。しかしかつてこの国にあったという、この城にあったという王者の剣、光の鎧、勇者の盾、これらを集めれば、あるいは、もう一回言って、王者の剣、集めるものが多い、必要なものが多い、王者の剣、光の鎧、勇者の盾、よし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 、これらを集められれば、あるいは、これね、これがあれば、ゾーマを倒せるかもしれないのね。ゾーマを倒す。探してるものと、集めるものと、行く場所が多い。あと、妖精の笛がどうとかって言ってたしな。妖精の笛って。あ、猫。猫、太陽の石持ってないか。にゃーん。この辺に、ちょっと私で若干端が見えない。これでも絶対、なんかあるでしょ。あ、ある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 。怪しい怪しい。あれ、教会っぽいけど。封じられてる？すいません。何？太陽の石。待って、これ。なんでこんなとこに閉じ込められてんの？そんなものはここにはないぞ。しかしおかしなものじゃな。わしは夢を見たのじゃ。この国に朝が来たとき、誰かがわしにその石を預けに来る夢を。朝が来たとき？朝が
が来ないと太陽の石どうにもならないってこと？一晩寝るか。来た時誰かが、それとも私が預けに来るのかな、持っててくれみたいな、未来の私が。悪魔、はい、罠、悪魔神官めっちゃ疑っちゃったけど、どうなんだろう、どういうことなんだ。こっから真ん中に入って2階にも上がれそうだよな。上がるか、上がってみよう。朝来ないが。ずっと晩だぞ。いやー、でもここにはないって言われちゃったね、はっきり。かつてはここにも多くの勇者様がお泊まりでした。だけど誰も帰って、そう、未来で待ってる系のことかなと思ったけど、空き部屋ばかりで、うわーごめんね、私は帰ってくるからね、寝てる人とかいるしねと思ったけど、この辺にあ、捨ててこパンツ。ちょっと待ってよ、これ お父様の形見だったりしないだろうな、また。なんとなくここにある捨ててこパンツだけどみたいな。違うよな、パッパのかな。う、ギアガの大穴に戻ってこのことを報告しなければ。だが恐ろしくて外へなど出れない。う、う、てか私落ちた後どうやって戻るのこれ。とりあえずマイラに行くしかないのか。どういうことなの。あ、でもそんなことないよな、きっと。あれ、まだ隅々まで歩いてないか。あれって、もう一個屋上みたいなのがあるよね。この上って、もう少しちゃんと探索するか、めっちゃ道塞いでくる。ルーラ、あ、ルーラか。確かにルーラで戻れるかどうか試す価値はある。けど、その前に、屋上みたいなところって玉座から行くのか。あったよね。誰か歩いてなかった、普通に。屋上まだ見てない。ルーラ。とりあえずルーラ。王の扉の方から行ける。ちょっと待ってよ。ルーラ、ルーラ、ルーラ。あれ飛べるやん、ほんとだ。ラダトームにも飛べ、登録されてるわ。あ、え、じゃあ大穴別に。そんな恐れるに足らずか。私やべえ、もう上に帰れないのに取り返しのつかないことしちゃったって思って、結構テンション下がってたのに。よかった今、やばいと思ってたのに。若干テンション下がってたのに。なんだ、ルーラで戻れるのか、お手軽に。あの兵士が怖がってたの、なんか申し訳ないな。王様の部屋から行ける？あ、ここか。ここから行けってことか。なんだ、よかったよかった。いや、取り返しのつかないことをしたかった。万能。よかった、お金もこれで下ろせるじゃん。そう、ちょっとテンション下がってた銀行上だよ、と思って。おや、見ない顔ですね。なんと魔王を倒すために上の世界から、物分かりが良くて、そうです。お、やはり。しかし、不慣れな土地でさぞや苦労をなさいましょう。ルーラ使えるの分かったんでよかったです。お、そうじゃ、これを持っていきなされ。はあ。あ、地図ありがとう。基本便利アイテムは妖精の地図なんだね。うわぁ、めっちゃ見慣れた地形。こんなだった、こんなだった。なんか海が少なめでギチッとしてる。うわぁ、懐か、左下の方が砂漠で偉い目にあったみたいな覚えあるわ。でも、太陽の石、太陽の石。もうないのかな、なんか見落としてるか。行き切った行き切った部屋見た。なんかどっか隠されてるみたいな、降りれる場所があるみたいな。そこ空洞なんだ。ちょっと待ってよ、明らかにデッドスペースみたいなのあるけど、他出れそうな外とかなかったよね。入れたりせんか。絶対にあのおじいちゃんのとこだと思ったんだけど、無理か。あーはーやっぱデッドスペースには何かあるんですね。でもなんかちょっと違う気もするな。これで？あるじゃんあるじゃん、よし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 、これか。朝が来たらって何？リスナーに入れた。みっけみっけ。私に言ってあげるべきなのかな？太陽の石。これ結局何に使うか私知らないままなんだよな。やっぱね、デッドスペースと壁が途切れてるところとマップの端には何かあるね。渡してあげるべきなんかな？おい、私が朝をもたらしに来たぞ。こんにちは。何、太陽の石、そんなものここにはないぞ。なんか、これで希望を取り戻してくれないかな。リスナーのみんなの太陽の石。太陽の石、太陽の石。これを使う。あ、そういうんじゃなかった。渡せれないのかな。持ってきたよ。ちゃんと朝来るよ。見せてあげたい。じゃあ、見せる。
品物を、じゃあ商にそういう商品価値を聞いてんじゃない。渡す、違う。違うな、外でかざしてみる、太陽の石。かざしてみるか。ここで、こんな端っこで使うのもあれだけど、太陽の石。はい、使うよ。天にかざした。何も起こらない。外でよ、外。これで、1でやった覚えてないよ太陽の石使う。何も起こらない。でも1やってない人でもクリアできるようになってるでしょ。覚えてないよ。ちょ、じゃあ復習するか。今日ここでやめて。ここでやめて復習しようかな。ドラクエ1を。でもマイラには行っとくか。南の海を回って行った方が近い。行って言ってたけど。うん。そしたら、メモ見て。メモに何も書いてないよ。北の洞窟の奥には全てを逃げ込むひび割れ魔王の爪痕。あとなんだ、王者の剣、光の鎧、勇者の盾、ゾーマを倒すって書いてあるわ。雨とか太陽とかさっき、あ、それ？私またその雨の何かを、雨の杖だっけを探さなきゃいけないの？砂漠行こうってか、最初から船あるからどこにでも行けるんだよな。あ、トヘロスの効力なくなった。トヘロスじゃなくてあれかけとこう。あ、トヘロスでいいのか。トヘロスいつからかかってた？トヘロスなんかかけたっけ？もしかしてこのゲーム始まる前からかかってたんじゃないの？とりあえずでもマイラに行ってみるか。ちょっとでも、情報が多い方がいいわ。よし。うん。また使うんか。太陽の石、雨のやつを。もうその伝承過去に終わったものかと思ってたわ。太陽の石。虹の橋がかかる。虹の橋がかかる。雨の何か、太陽の石、虹の橋がかかる。よし。いや、言っとけ、私、ワンのことをもうあんまり覚えてないからね。行こう。ので、どうしようかな。待って、橋があるんだけど。ので、覚えてないときは、もうまるでドラクエさんで初めて遭遇したようなつもりでいきます。そのつもりでよろしくお願いします。1年前だからね、その間にいくつゲーム挟まってるんだって感じ。橋がある。本当に、しかもこれ移動できないタイプの橋なんですけど、なんということでしょう。ちょっと待ってよ。西の海を大陸沿いに南に回った方が早い。結構遠くない？マイラ。東、ラダトームから東だもんね。位置的にはさ、多分、この辺だよね、この辺。めっちゃ遠いじゃん。端っこから回れないなら、南の方が近いのか。じゃ、アドバイス通り南。世界が丸いわけないでしょ。世界端っこがあるに決まってるだろ。嘘、みんな。アレフガルドに長くいるうちに違っちゃったっていうのか。嘘だよね。南の方が近いのか、なんか北の方が近いような気がするんだけど、もしかして通れないとかあるのか、この広さだと。歩いた方が早くない？私もそんな気が。だって違う、歩いてだと途切れてて渡れないんじゃないか。右上の方にじゃない、違うかな。南から大回りで合ってる。巨人が支えてる。天動説しか勝たん。常識じゃん。マジで。その間に、どっか町があったら上陸してみるか。南からって言ってたよね。ラダトーム。ちょ、待って、ラダトームから南。ラダトームまで一回戻るか。なんか私、余計なもの見た気がする。でも、ここまで来たら一周回りたいか。ラダトームから、西の海をかけて大陸沿いに南を回る。あれ、ラダトームから東だよね。ラダトームから単純に東に向かうんじゃいかんのか。ラダトーム戻ろ。ラダトーム、ラダトーム、ラダトーム、ラダトーム。外周一周したい気もするけど。船。なぜ船がその位置に。あれ？そっか。なんで遠回りって思ったけど、船の初期位置が、なぜこの真下に。
ないんですか。船があるのが外海側なのか、ルーラしても手前に戻んないのか。素直に回るか。素直に不正は許さない、城行けちゃう。でも最初だってさ、別に行くべき時じゃない時に竜王の城行けたくない2だったかの時も。マジか。じゃあもう大回りしよう。大回り、左回り、左から南に行く大回りで行こう。レッツ。なんだろうね。まあでも港とかがないのかもしれないな。とか内海の方はゾーマの目が光ってて実は危ないのかもしれない。いけたよね。2か2だったかな。いっか。うん。竜王の元城か。荒廃してない、バリバリ現役でその城にいたら侵入できないってことか。ザラキ強。この辺のでも敵はさすがにバラモス様の後だと弱いな。ってかそうなるとマイラの正確な位置わかんないが、外海を回って大陸、西の海に出て大陸沿いに南に回る。ラダトームから東にはあるけど外海沿いに回っていかなきゃいけない位置ってこと。本当にこんな大回りで合ってる？合ってる？なんか私変な船旅してない？こうアレフガルドがどうなってるか見回れってこと。あ、合ってるかな。めちゃくちゃ遠くない？遠い気がするけど、普通に北からでも行ける。北にぐるっとでもいい。まあまあでもこっちから行くか。あの孤島とか何があったか覚えてないしな。一の記憶を思い返してまでもう見ないと思い出せないよ。トエロスの効力なくなった。トエロスを聞かせて。よし、そうだね、どっちにしろつくし、あたり回ってれば橋とかがかかってるわ。どのくらい荒廃してるんだ。ラダトームは割と原型とどめてたけど、私の行った覚えのある町全部どうにかなっちゃってんのかな。あ、ちょっと失礼。ちょっとできるだけ陸沿いを行きたい。陸沿いを行きたい。ちょうど海沿いに見えるようにあるってことは、寄り道するといいことがあるかもしれん。人もいる。すいません、ここは。人間は嫌いだけどオルテガは好きよ。きっと大魔王を倒してくれるわ。うわー、もう情報がめちゃくちゃ止まってるわ。アレフガルド大陸を、綺麗なとこ、まともに歩ける人が誰いたっけ。まるでまともに歩ける人がいないから、小さなメダル目の前でこすくすねちゃったけど、すいません。私はその昔ルビス様にお仕えしてた妖精です。人型。そして、うん？あの日、5月25日、ルフィス様に代わり、リゼに呼びかけたのも誕生日使われとる！この私！その時は随分と失礼なことを言ったかもしれません。許してくださいね。あんたか！ルフィス本人じゃなくて、しかしリゼはついにここまで来てくれました。私のことを幸せ者って言った精霊って、ちゃんと誕生日覚えてくれてるし。もらった雨雲の杖。もう虹の橋かかるじゃん。どうかルビス様のためにもこの世界をお救いくださいまし。でも虹の橋をかける場所がどこかは覚えてないんだけど、ゾーマの城に、ここだったっけ。ここここだったっけ。でもまさかさ、ワンをやってワンのことを全部覚えてる人しかできない仕様にはなってないでしょ。なんか私の記憶だとこの辺だった気がせんでもないけど。もう一回ちょっと待って、めっちゃ枯れた。うわ、ここでまさか出会うとは。あったらもうめちゃめちゃに復讐してやろうと思う。あ、ここにもある。してやろうと思ってたけど、こんな状態になってるんじゃそうともできない。うん、キメラそんな強くないっしょ。ホロコーストさえ出なければ。よし、明らかにそう、1マス空いてるから城に行くためにね。そうだよね、ちゃんとできるようになってるよね。上がろう。ここも何？もう悲壮感漂いすぎて。ここは聖なる祠。そなたが誠の勇者ならその身に聖なる守りを携えるはず。出直してくるがいい。あ、それは聖なる守りがないと。またあれか、紋章か。聖なる
守りがないと、勇者扱いしてもらえない。南の祠、また免許証がいるのか。聖なる守り、ルフィスと会えば聖なる守りって授けてもらえるよね、確か。ルフィスってどこにおるんや。この1マスなんかある場所もなんもない。免許証、確かルフィスの守りを携えて行ったような気がする。それ2か。とりあえず北上するか。ちょっと楽しくなってきたな。かつてやったことが、うん、また今回別個で聖なる守りがあるんか。たぶん再発行してくれ、いつでも私が勇者だって認められるように。極楽町、いやこれザキ、ザキならまだいい。ザラキが使われてめちゃくちゃ入る時があるんだよ。キングママよし、代々辛辣。まあでも慣れてる。しかも今回私なんか大穴から落ちてきたわけのわかんない人間だからね。むしろラダトームで勇者扱いしてもらえたのがまあ嬉しいというか予想外だったくらい。全然ラダトームでナイス袋叩きにあってもおかしくなかったからね。あ、でもギアガの大穴が突然開いて、全ての災いがそこから。何が通った後なんだ。誰が開けたんだギアガの大穴。開いたのいつだ。つい最近じゃないよね別に。この大陸気になるな。なんかあるかな。はぐれ、はぐれメタルだ。逃げる、めっちゃ逃げられる。あ、HP 結構危ない。まあ、でもこんなところで死なないでしょ。別につい最近じゃないよね。あの兵士はいつまででも、すべての災いはそこから湧き出したんだみたいな言い方してたし。オルテガのパッパはそこから落ちたって言ってたし。え、じゃあ、私たちがラスボスだと勘違いしてただけで、バラモスって、太古の昔からずっと管理職だったのか、ただの。倒してみたから初めて、ゾーマが出てきただけで。あの世界では、あそこにもあるわ。入れなくなってるな。ちょっと、戻るか。なんもなさそう。ってことなのか?スルークさん。いや、もう、スライム倒したぐらいじゃん。私の心は揺らがない。もっと大事な考え事してる。よかったね、はぐれメタル。あー、すごいすごい、はぐれメタル倒して、すごいすごい。よかったよかった。まあ、毒針が刺さって、もう毒針が刺さってメタル倒れることなんか今まで一回でもあったわ。あ、レベルも上がるわ。え、そういうことだよね、多分。ベホマラ。ベホマラってなんだ?全体回復かな?めっちゃ助かるわ。うわー、そういうことなのか。じゃ、本当の社長を倒しに行かないと私たちの冒険って終わんないんだ。そんな、だったらバラモス倒さずに、もう少し生かしといた方が、なんかしら、うちら利益があったんじゃないんか。あ、めっちゃいいじゃん、ベホマラ。これ先に34レベルで覚えたの。いやでも34になるまではレベル上げしなかったかもな。ベホマラさえ覚えてくれてればめっちゃ楽だったんじゃないのか。バラモス戦も素晴らしい。そういうことだな。で、社長に会うためには、社長がいる本社のある位置はアレフガルド、ここだよな。ラダトームの真東。グールが現れた。アレフガルドに本社があるから本社の社長を倒さなきゃいけないって、そういうことか。アポがないと。で、アポを取るために今揃ったけど、え、いけちゃうのかな、ひょっとして。もうでも妖精の増えいるのかな、まあ、順々にちょっと出てきた順にやるか。光の鎧、勇者の盾、王者の剣の三種の神器があればただ強いのかいるのかよくわかんないけど、回るか。いるのかわかんないけど、ないと、あればあるいはみたいなことも言ってたしね。町だ。ここだっけ?ほら。トエロスか、トエロスが切れてるのか。まあ、でもこれぐらいの敵ならどうってことないかな。ホロコーストが出た時だけ注意すれば。強くなったもんだ。アレフガルドの地が荒廃しすぎて、モンスターにすらあんまり良くない環境なのかもしれないけど。さすがに城から帰ってきた私の敵ではない。うん。ほら。グールも怖くない。散々死にが死体と遊んできたからな、今まで。
ここか？ここだった気もしないでもない。マイラ。こんにちは。マイラの村にようこそ。来たけど。道具屋の主人はとても器用な人でさ、暗いとなんか気分落ち込むな。そのままでは役に立たないものでも買い取って再興して売り出したりするのですよ。あー、今後使いそう。じゃあ井戸、ここに小さなメダルおじさんいるかもしれないから。どこにでも、あれ待って、本当にいそうじゃない？あ、違ったわ。アレフガルドのなんか小さなメダルおじさん、ここにいるかと思っちゃった。違ったわ。残念。まあ、ここにはなんかメダルが落ちてますよってことか。どっかにはいてくれそうだけど、さすがに上の世界に戻んないといないか。ここにももしかして落ちてきたメダルおじさんいるかと思ったけど。その昔、王者の剣は魔王により粉々に砕かれたと聞きます。え、王者の剣、粉々に砕かれた。はい。しかしその魔王ですら王者の剣を砕いてしまうのに3年の年月を要したとか。え、もう直すの絶対倍以上かかるじゃんか。やはやすごい剣もあったもんですね。どこで壊されたとか知らない？むしろ道具屋が直せたりしないかな。武器と防具もちょっと水の羽衣が売ってる。売ってくれんの？やば。三鏡の盾、これはお金を引き出してきて次回まで。てか私賢者に転職する。最後まで行こうと思ったけど、こうなっちまえば話は別だ。私次回までに賢者に転職しておく。君に話しかけたい。ここから行けるかな？行けないよね。なんでそんな微妙なとこうろついてるんだ。ここは露天風呂でございます。わ、暗くてもちゃんとこういうのは機能してるんだ。羽衣ね、前回ラスボスの装備羽衣じゃなかった？売ってくれるんだ、すご。足元を調べた。メダルはもういいのよ。まあ、あったらあったで嬉しいけど。すいません、話か。入れない、入れてもらえない。なんで？お若いの露天風呂はどうじゃな。はい。やはり若いもんは違うもん。違うの。おお。あのナトリウとか。あ、待って、めっちゃバシバシ当たっちゃった。後ろの森のグラフィックすご。こんな森の中みたいなグラフィックなんだね。物々しいわ。神は光、魔王は暗闇。神と魔王は遠い昔から戦い続けてきた二つの力の源、光、暗闇。もし光の玉があれば、もう必要なものが多い。光の玉があれば魔王の魔力を、これがないと多分お話にならないぐらい戦えないってことなんだろうな。魔力を弱めることができる。装備としては剣、鎧、盾がいって、弾がないとおそらく勝負にもならない、そういうことですな。よし。ちょ、あと地味に痛いな。道具、まあそうだな、ただでは社長に会えないよな。アポを取ろうと思えば。トラマナ。なんでこんなところに構えてるんだろう。下の方から、あの勇者みたいな人気になるよね。変な位置にいるわ。情報量が多い。こんにちは。噂では、ルビス様ね。あ、会いたいと思ってたわ。ルビス様は、西の島？ここから西ね。マイラから、マイラから西の島の塔の中に封じ込まれてる。はぁ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 。ルビスがいれば、なんか聖なる守りそのものとまでは言わずともヒントぐらいは得られるだろう。なんなんだよ、もう。やば。妖精の笛手に入れてきたじゃなかったのか。あー、服装がジパングの人だと思ったら、ヤマタノオロチという化け物の生贄にされそうになった時、私たちは逃げ出しました。そしてこの世界に迷い込んだのです。私の夫はジパングで刀鍛冶をしてましたよ。夫置きっぱなし、もう平和になったよ、ジパング。何も見つからんか。あ、布の服か。結構、何、一般人でもギアガの大穴から落ちてきた人いるんだ。そんな気軽に落ちれる穴だか、あれ。もし、妖精の、ああ、それが必要なんだな、ルビス様に会う前に。妖精の笛があれば、石像にされたルビス様の呪いを解けるはずなのに。で、その妖精の笛のありか知らんか。知らないよね。こんにちは。噂では王者の剣はオリハルコンというものでできていたそうです。オリハルコンでできてたから3年間もかかったのか、壊すのに。
オリハルコン、オリハルコンを持ってくればなんとか直せたりするのかな。まいった、カンダ何が真面目に頑張っとるだ。そういうことか。なんか閉じ込められてたの。王者の剣だと騙されてただの鋼の剣を買ってしまったのだもうたくましい。マジでジパングから来たっていう道具屋の旦那ならこの上にいますよ。ジパングから来た人なの。こんにちは何が真面目にやっとるじゃん。こんにちは。買いに来た。スライムピアスって何。特にない。特に売るものもない。なんか組み合わせてなんかいろいろやってくれるって聞いたんですけど。え、スライムピアス買ってみていい？誰もできないけどなんか可愛くない？スライムピアス、ファングッズとして欲しいわ。ちょっとみんな持ってて、スライムグッズ。お金あるし。妖精の笛、笛どこだ。なんか可愛くない？うろつけそうなとこうろついたと思ったけど、さっきみたいにまた変な場所にあるパターンか。そのままでは役に立たないものを買い取って細工して売り出したりする。なんか売らなきゃいけないのかな。妖精の笛の元になる役に立たない笛。やまびこの笛くん、もしかして君って。やまびこの笛、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 やまびこの笛。違った妖精の笛にリメイクしてくんないかなと思ったけどそういうことじゃなかったわ。違ったわ。どこにあるんだ。じゃあ試しに吹いてみるか。まあ意味ないだろうけど、もしかしたらヒントがあるかもしれない。本来は役に立つので、まあ先にねオーブを集めきっちゃった私が悪いわ。綺麗な音がする、それだけで大事。どこだ。他になんか行けそうな場所あるか。私で遮ってるとこ。いや外出ちゃうよな。妖精の笛、君マイラの村だよな。実は井戸の底に他のものも落ちてた、ただのゴミ。そんなことないよ。この音を聞けばね、みんないい気分になるかもしれないよ。ドラクエ1を思い出して、ここでやめて復習するか。1のこと思い出してないと進めないようなら、ちょっと先に復習しよう。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。まあめちゃくちゃ探せばあるのかもしれないけど。じゃあ、バーラモスを倒したけど、とんでもないところで終わってしまったので、じゃあここで終わりにしたいと思います。まさか、アレフガルドにこんな形で来ることになるとは。いや、とりあえず銀行でお金を下ろしていつでもいいもの買えるようにしようかな。でもラダトームでもいいもの売ってたし、マイラでもいいもの売ってたよな。もうちょっと街を先に進めばいい装備が売ってそう。じゃあまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。よければツイッターの通知、評価、フォローなどなどしていただければ嬉しいです。それではさようなら。